今日はからす麦を、からす麦こんな感じなんですけども、からす麦をトマトの中に入れてオーブンで焼きます。でトマトはこうやってちょっと中身をこうやってくり抜いてきました。で今日用意したのは1、2、3、8個入れてるんですけど、まあ、大体これでどうにか8個垂らそうかと思ってます。でからす麦はこれ水で洗ってざるにあげたものがこれなんですけれども、だいたい3分の2カップぐらいで 60g ぐらいですかね。でこれに、今日はハーブはイタリアンパセリとバジル、それからニンニク、これを加えて、トマトに入れる中身を作っていこうと思います。まずボウルにこの先にからす麦を入れておきますね。でハーブは結構たっぷり入れたんで、どれぐらい入れましょうかね。たっぷりたっぷり入れた方が美味しいので、これぐらい入れていきましょうか。それを適当に、ざっとこの中に入れます。でバジルも食べるときにまた上からフレッシュなのをかけても美味しいので少し取っておきますね。ニンニクはちょっとみじん切りにしておいたので、これをこの中に入れまして、これだいたい250ミリリットル のものなんですけど、だいたい中身200強ぐらい入ってます。このトマトを全部入れてしまいます。でここにオリーブオイルもたっぷり入れたいので、これ3分の1カップなんですけど、3分の1カップ、いっぱいいっぱい入れます。でここにさらに、白ワインも、これは本当に開けて使いかけの残ったものでもいいですし、お料理用に安いワインでも構わないので、これをだいたい4分の1カップぐらい。こんな感じですね。これを詰めるんですけれども、味付けはもう今日はシンプルに塩だけにしておきますので、塩大体どれぐらい、これよりも1/2しましょう、小さじ1弱ぐらい入れて、あとは食べるときに、お塩とか味付けは自分でお好みでつけてください。で、これを中に入れていきます。十分足りましたね。トマトをあと1個分ぐらいありそうなんですけれども、これで、た
しまして、これでオーブンに入れるんですけれども、この上からちょっとオリーブオイルをかけてください。でトマトのジュースは多分中身が あまりにも多く余ってたらここに入れていくと煮詰まって美味しいんですけれども、今日は全部使ってしまったので、ちょっとワインも少し蒸し焼きみたいにするんで、ワインも少しかけて、でこのままオーブンで焼くと、トマトの水分も下から出てくるんで、これでこのままオーブンで焼いてみます。で、焼き上がりました。だいたいこれ180度のオーブンでじっくり45分ちょいぐらいそのまま放置して焼いて、こうちょっと蒸し焼きになった感じです。では今日マリアとルイに来てくれて、どういたしまして、今日はねトマトの中にカラスムギっていう麦を詰めてオーブンで焼いたんですけれども、もともとねこのレシピご飯で作ってたのね、でも最近ここ何年か結構穀物で白米から玄米に変わってるし、私の生活がね、食生活が。あと、この間、ファルって食べたっけ？そうそう。あ、そうだ、ファルね。あ、そうそうそう、そういう系統で、これもカラス麦って言うんだけれども、そういうこう、麦とか穀物とか、なんかいろいろ豆とか、そういったものが結構最近多く使ってるんで、このご飯詰めを、麦を入れてる。トマトの中に入ってるんですね。まるっきりお米の時の作り方とほとんど同じなんだけれども、お米から麦に変わってるっていうだけで、こっちの方が私はあっさりしてていいなって思ってる。ご飯、ご飯食べたことないから分かんないかもしれないけれども、で特に日本だとね、お米がねちょっとしてるからすごいさらっとした感じ。美味しい。そうね、ご飯のねちょっていうのはないよね。そうそう、もしかしたらイタリアのお米を使ったらもっとさらっとしてるのかもしれないけれども、私がいつもお米で作るときは普通にいつも日本のお米で作るんで、日本のお米、私お米が好きだから、そのねちょっとしてるのもこう食べたときにこう満足感があってすごくいいんだけれども、最近このサラッと感がすごい気に入っていて、あとこの、このシャキシャキ感は、このなんか何シャキシャキ感って、緑のが入ってる。緑のはバジルとバジルイタリアのパセリ。あ、だからこの麦、トマトの中にもバジルとかイタリアパセリ入ってるんだけど、最後に今日はフレッシュのまんまパセリを上からかけたから、それがそれなのかな、それかな。で、お塩の味が足りなければちょっとそこに調子を出してるんで少しお塩かけたり、全然違うね、お米とね。わかる、いい食感が、ファッシーってあれフランス語で、ね、ファッシー爪肉、ファッシーファッシーファッシー失礼、発音がなくてフランスにいた時に、私が20代の頃その
トマトとかナスとかズッキーニに肉詰めにしてくれて、うん、出してくれたのが南仏でね、もうすごい美味しくて、もうそれと白ご飯、ご飯を炊いて食べたいっていう感じで、この詰めるものファッシー、ファッシー詰め物の料理、うん、そう、うん、ね、なんか郷土料理的なところがあるよね。でそれを肉じゃなくってお米にしたの、うんうん、まあ僕は助かりますよね。さっきこの間も言ったように、あ、そうか、肉を避けてるから、うん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 、でも私あの肉詰めのもすごい美味しいから、あれをあのちょっと今度は、大豆ミートでトライしてみたいなと、うん、あのな、あのナスとかズッキーニの中に入れるのを、うん、イタリアンパセリって言った？イタリアンパセリがいいね。